皆さんこんにちは日本をかっこよく結び大学でございます今回はちょっと軽めのお話ということでナメクジウオ聞いたことない方も多い多いんじゃないかと思うんですけどもこのナメクジウのお話をちょっとしてみようかなというふうに思いますなぜこのお話をするかというと最後に勝ち残るのは何か最後に勝ち残る最も強いものは何かということを改めて皆さんと共にシェアしていきたいというふうに思うからです ナメクジウオっていう大体こ,ううちちいいこれあの画面で見るとでかいですけども長さ4センチぐらいです非常にあの小さいですね、えー、お魚でして骨といえば脊髄が1本あるだけのお魚ですはっきり言って弱い弱いんですが瞬間移動するんですよこのこのナメクジウオって敵が迫ってくるでしょその時に背骨とそれから体の筋肉を使って弾力かなんか使うんですかねピュンピュクンとこう跳ねたと思うと一瞬で水の中でピュッと移動する。 だから本当に、ね、瞬間移動したみたいに見えるといったような特徴を持ったお魚でもあるわけなんですけども実はこのナメクジをなんと5億億億年年年の寿命を持っててるるんんででですすす生き続け人類がお猿さんから分かれていわゆる円人となってね四つ足だったお猿さんが二足歩行するようになって全身毛むくじらでウホウホってやっていた時代が今から600万年前です。こちら5 億年です5億年です桁が違うんです500円と5億円じゃだいぶ違うでしょそういうことですこの長い期間っていうことになりますと実は5億年前と言いますとカンブリア紀っていう地球上で進化の大爆発が起こった時代なんですねありとあらゆる生命体の形っていうのが生まれた時代なんです こちらは有名な絵なんですけどもカンブリアの遺伝の爆発っていいましてねあのこの時代っていうのは例えばですねオパピニア5億年前ですよオパピニアっていう動物がいますこれね目が5個あるんです5つ目五つ目の怪物また 生命体が目玉が2つがいいのか1つがいいのか3つがいいのか4つがいいのか5つがいいのかまだまだ検討中だったいろんなパターンができていた時代なんです。で目玉が5つの生物、まあ、こういうねお魚さんが海の中を泳いでいた。で泳ぐ時にも足がこういっぱいあって全部がこうふにゃふにゃふにゃって動くということだったんですけどもこの オーパーペアの口がすすごいんですこれねちょっとこの絵,の絵だと分かりにくいんですけども口がギューッと引っ込んでましてね目の前に獲物がいると口の中から口がニューッと出てきてでパクッて食っちゃうんです。口口の中から口が出てくるんですにゅーっと今でもほら下ベロがこう長く伸びてカエルさんとかそうじゃないですかエがブーって飛んでると下ベロがピュッと伸びてエをピッと捕まえて食べちゃうっていうね、まあ、そういうことありますけどもこれ下ベロが伸びるんじゃなくて下ベロに口がついてるんです。でピュッと伸びてパクッて食っちゃうっていう。 まあそういういな生き物で目玉が5つある、まあ、こんなふうなものがいたりとか史上最強と言われたのがこのアノマロカリスっていうねこれもあのかつて分かんなかったんですここの部分だけが発見されてカンブリア紀にエビがいたのかっていうふうにまあ最初は言われていたんですけどもエビではなくてこういうね胴体を持ったこういうふうなお魚だってことが分かったんですが非常に巨大な生き物でしてこのエビの尻尾みたいに見える部分で獲物をこうグッ,とグッとこう捕まえてくわい込むんですでわい込むとですね口がここについてるんですけどもこれね口。 この口が円形なんですよでこの口っていうのがいわゆるディスポーザーなんですよあのディスポーザーザって何かっていうとよくあのアメリカ映画なんかで登場するんですけども台所のシンクありますよねで台所のシンクの中にこう生ごみなんかを流すこ,うこのぐらいの穴が開いてるじゃないですかでその穴の中にジューサーみたいなプロペラがついていてで穴にこう生ごみを流すとそのプロペラがウィーンって回って捨てた生ごみを細かく粉砕しちゃうっていう。 ジュースみたいいにしちゃうううっってて口がそうなってるんですよだからこのねエビみたいなもうトゲトゲの足で獲物をグッと捕まえるでしょグーッと捕まえて口のこの口のところに持ってくるとウィーンってなってその獲物を粉砕しながら体内に取り入れちゃうという怪物ですよねだから本当にこのカンブリア紀っていうのは進化っていうものがいろんな実験をするいろんな形の生物さっきご紹介したオパピニアここにいますよねそれからあのこういういね 平べったい、もうなんだかわかんないような生き物がいたりとか、まあ、こういう時代があったわけですで実はカンブリア紀に登場したこれらの生命体全部滅亡しました全部消えてなくなりました全部いなくなりましたで唯一生き残ったのがこのピカイアでありでピカイアがちょっと変形した波不自由王だったんです波いる強豪たちの中で一番小さくてたった4センチですから一番小さくて一番弱いんです一番弱いんですこちらで 背骨一本しかないんです。あとは全身、反射神経と筋肉の塊なんです。 でその動き方っていうのはまるでで日本武道と同じなんです防御一切しない鎧着ていない盾も持っていないでも敵がこうイヤーといってこう攻めてくるとヒュッとこう身をかわしてでズバッと相手を切ってしまうみたいなまるで日本武道の動きそのもののような動きをするわけなんですけれどもこのナメクジウオ背骨の周囲の筋肉が体を素早く動かして背骨があることで骨の中に栄養分を蓄えることができる。 でこの背骨の中に栄養分,栄養分を蓄,蓄えておくことによって食べ物がない時何日も何日,何日も食べることができないような時であったとしても背骨に蓄えた栄養分ででで一定期間生存することとができてしまうといういお魚なんですで結局いろんな競合たちがひしめき合ってる中にあって唯一ナメクジウオだけが生き残ることができた。 そして5億年の歳月の中にあって人類だってお猿さんでウォッホウホてやっていたようなものがこれ今の人間のような形で進化したわけじゃないですかいろんな生命体がいろんな形で進化していく中にあって実はナメクジウオ5億年前の姿のまんま今も生存してるんです。ということはナメクジウオというのはどのような環境変化にも柔軟に対応することができるお魚であるということが言えると思うんですよね。 よく、あのー、進化っていいますとねなぜ進化が起こるのかっていうと淘汰強制適合っていうのは3つのケースがあるんではなかろうかというふうに言われます淘汰っていうのは弱肉強食強いものが勝つんだ、まあ、有名なのがこのサーベルタイガーですねもうこの牙でもう非常に強いでも弱肉強食で強いものが生き残るかっていうと、まあ、先ほどのこちらのアノマノカリスもそうなんですけども強いから逆に滅亡しちゃったサーベルタイガーも同じ強いから逆に滅亡しちゃった つまり淘汰っていうのは強いものが生き残って弱いものが淘汰されるんではなくて逆に弱いものの方がむしろ生き残ってしまうということはそのいわゆる進化の中において淘汰っていうのは淘汰によって進化が起こるというのは考えにくいじゃあ強制なのか共に生きることまあはっきり言ってサーベルタイガーとねナメクジュウを強制関係にならないですよお互いにどう考えても結局何が強いのか何が勝つのかというと3番目のこれなんです適合環境に適合すること でね、ナメクジウオが5億年という途方もない歳月を生き残ることができたっていうことから考えてみるとなぜなったのか一番まず構造がシンプルで環境適応性が高いナメクジウオもそうでしょ二つ目素早く動いて敵から逃れることができるもうパッと動くことができるで三番目栄養分を蓄えることができるこれはあの別な言い方すると食料自給ができるってことです、まあ、そういう希望だった逆に言うと構造が複雑 で入り組んだ制度を持っていて環境の変化があっても柔軟に対応することができず食料自給もできないような生き物っていうのはこれは滅ぶっていうことなんですわかりますナメクジをの話からいつの前から日本とか 国家のようううなな話になってまますすけども滅んででしとということです日本が歴史に登場する世界中のさまざまな国が次から次へと生まれては消え生まれては消えしていく中にあって日本という国がずっと2,800年近くにわたって生き延び続けてきていることができるのはなぜなのかといえば実はこのナメクジ王と一緒構造がシンプルもうちょっと言うと天皇が国家最高権威となって親民を大みたからとする権力者ではない存在がトップにあって。 そして民衆を大見たからとする、まあ、そういう非常にシンプルな社会構造っていうのを持っているだから権力者っていうのは天皇の部下ですから権力者が権力を発動する相手っていうのは自分の上司の宝物ですから君社長になってくれないかえいいんですか僕社長はいわかりましたありがとうございますと言って、ね、ちなみに給料ぐらいくらくれるんですかうーん年俸で5000万ぐらいでいいかないやありがとうございますすぐにでも社長になります、えー、じゃあ今日から君社長になってくれはいわかりましたじゃあ今日からお勤めいたしますということで大喜びでその会社の社長さんになってみた。 なってみたら会長長さんがいいる社長よりも偉いで社員は全員会長さんの息子さんとか娘さんとかお孫さんたちが全員社員だった同族企業総合だった赤の他人は自分だけ社長は社長でもやりにくくてしょうがないですよねこういう構造を作ったのが実は日本という国の形になります。そしてててこれにによっ政政治や行政のすすべが国民に報酬をする というなうなものになりました。そして政治構造がシンプルであることによって人々が豊かに安心して安全に暮らせるで人々が豊かに安心して安全に暮らせるとどうなるかっていうと民衆の民度が上ががるんです。で民度が高くて政治構造がシンプルだっていうことになると大敵にさらされた時に素早く政治体制を変更してそして国際環境に適応することができる。まあ、明治維新がそそううだったででしょ。ね、7世紀の改革もそうですよ。 さらに言うと5番目ね税制がもともとはお米がベースに回っていたそのために常に食糧自給率が100を上回る状況にあっただから何となれば最後は自分たちだけで食っていけばいいじゃないか鎖国して自分俺た,ち俺たちだけで食ってくるんだからあんたたちがそんなにひどいことするんだったらもうあんたたちとお付き合いしませんっていうことをしらっと言うことができるだけの強さっていうものを持っていたで実はこのことはこのナメクジュウオと実は同じだってことなんですやたらめったら強くなればいいということではない いろんな法律を複雑化に作りさえすれば国が良く家っていうのは最もシンプルな形いろんなものをのけていってその国の最終的な一番根幹となるシンプルな形というのはどういうものなのかっていうここがしっかりと定まっていくことこれが実は国家生存の大きな鍵となるのではないかということを我々はもしかしたらこのナメクジン語から学ぶことができるのかもしれないということで本日のお話とさせていただきたいと思います。日本をかっこよく 結び大学でございました。